ただきます。いただきます。言うても、カツ丼って久々に食べたかもしれない。ラーメンに差がいいよ。だいぶラーメンだな俺。相当ラーメン。もともと好きなのもだったのもあるかもしれないけど、うん、再燃してるよね完全に。だいぶ行き過ぎな気がする。自分でも思うもん。最近結構だってもう連チャンしてるでしょ。うん。楽しそうよ、何よりだよ。すごい楽しいよ。もともとラーメン巡ってたんだけどね、昔は。うーん、困ったんだ。もう2、3年前ぐらいは。あー、うん、でもバタッと行かなくなっちゃって。うんうん。だからこの動画とか始めになってからリカモイとかばっかなっちゃって、うんうんうん、あんまり行く機会がなくなっちゃった。けどでもまあ今ちょっと時間ができたからでもあるし、いいご縁もいただいてね。うん、相当ありがたいよ。ありがたい本当に。何者になるのかっていう。でもどうなんだろうね。美味しいもん紹介できればそれでいいよ俺は。いろいろ深く考えてね。うん、じゃあ懐かしいカツ丼の味がするでも、うん、味はすごい母のカツ丼っぽいけど、うん、サイズは母のカツ丼ではない、うん、おばあちゃんの行き過ぎちゃった感じのね。孫可愛がりすぎた。そう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 、うん、変にびっくりすることはないから安心して食べ進められる。いつものすり鉢の方が倍大きいからね。うん。うん。最近ドラマもいろいろ動画増えてきたじゃん。うん。ASMR とか。うんうん。楽しそう。楽しそう。ちょっと楽しそう。すごい楽しいは楽しいんだけどさ、いろいろこれどうかなって食材確かめるじゃん、うん、あ、これなんでみんなやってないかよく分かったわって、ね、意外とある。ああ、うん、なんかプロの場合そのなんかやれることが増えたってよりかはその編集とか好きじゃん、もともとそういう作業が増えたことが楽しそう。そうだね、うん、なんか好きなことが少しでもこうやれる幅が広がったっていうか、詰め詰めでね、勝手に一人でピリピリしてることはあるけど。あるね。うん。ツイッターとかいじって絶対 LINE 見てるはずだけど、あの未読無視とかあるもん。あ、ピリピリしてんなと思って通知だけ見てそのまま開かないみたいな。ツイッターも一瞬なんか喋るためだけに開いてるから、やっと帰ってきたと思ったらそうだねお前みたいな。
悪気はね、会話ここで終了アピールがすごい。通過の中じゃないですか。まあね。だからそうだね、一言で終わりにしたいっていうこっちの意図を組めるわけでね。普通の人なかなかあれでそこから続行するから、ね、するね。ところでさみたいな。でも俺はもう無視する。分かってるなもんね、疲れてんのねって思って。やむりすんなよって送ってくれるのは非常にありがたいけど、それにこうおーって返すのもなんかちょっと疲れてしまって、うん、自分が、うん、なんか分かる気はする。なんかものすごいドラっぽい。絶対褒められてないよ俺。軽いディス入ってるわ。ディスは入ってないけど、なんかっぽいなって感じ。だから世間渡り僕下手なんと思う。知ってる。そんなの知ってる。忙しくなってきてさ、うん、まあ俺も少しずつだけどね、ちょっと仕事とか変えたから忙しくなってきたけど、うんうん、本当にこうやってご飯行くのって久々じゃない？相当。うん。なんかかんかね。まあ一時期に比べたらだいぶね。一時期は週3で飲んだもんね。うん。週3で一緒に行って週3飲んだよ。週1に泊まってるしね。うん。生活環境の変化ってやつだね。なんかオレンジでキャスしだすし、んオレンジでキャスとかしだすし。プライベートもへったくりもあったもんで、ね。あらボックスされたら切れるわ。音声だけです。あ、はい、まあ、ありがとうございます。あ、だよてことで、ワンタン麺が。はい、ワンタン麺が誰が呼んだか、誰が呼んだか、ワンタン麺。あなたが呼んだよ、ワンタン麺だよね。二人で呼んだよ、ワンタン麺だよ。収集できないから。え、美味しそう。はい、お気に召しましたよ。優しい。いいな、ピロピロ麺。今日はちょっと北方のを食べてたけど、うん、また全然さまがれて優しいね、すごく、うん、やっぱお店によってもそうだし、うん、同じ福島の中でも全然違うね。違うね、うん。なんかあれだよ、みんなの想像するザ・中華そばに近いね。あ、普通はね、うんうん、本当に定食、お店が定食屋さんみたいなところだから、うんうん、うんうん、なんかでもこれ2つ出したら5キロちょっとぐらい、もっとあると思うよ。あるかな。だってカツ丼で4キロっていうからね。あ、そっかそっか、6キロしかない。気抜いてるとまたあの江戸さんの時みたいにこう、うんたりを。いや、違うから。また僕だけ残りみたいになるから。ワンタンがいい。ピロピロワンタン、
と1年前に俺はもうこの感じで、お早い断面な感じです。まだ半分いってないけどね。ラーメンも美味しい。今日さ、せっかくまったりできるから、いろいろ話すと思ってたんだけどさ、タニアの時しかりさ、マックスさんの時しかりさ、もうだいぶドラの話しちゃったからさ、あのごめん、僕ちゃんと見てないんだけど、かいつまんでしかね、ちょうど多分僕の話スキップしてたんだけどさ、だいぶまあドラの話っていうか大会で2人でいたとか、そう、リップとかでもなんかラスたちが話してで僕の話題が出てて嬉しかったって言ってる視聴者もいたんだけど、何の話してるのか怖くてしょうがなくて、でも、もういい加減俺はビール飲みたい。運転に疲れたから。あ、運転中ってノンアルもダメなんだっけ、本当は。まあノンアルはいいんだけど、いいんだろうけど、まあでも 0.00 じゃないから、まあ、あ、厳密にはあんまりって感じなんだ。まあ、飲酒法に引っかかんないよってだけで。でも今オールフリーみたいなのあるけどね。3.0 みたいな。いや、それ飲むんだったら、帰るまで我慢して帰って飲む。今日帰り何時ぐらいなんだろうね。12時てっぺん回るのかな。下手したら回るんじゃない。気合入れない人。あ、あの、それはあの、お世話になります。頑張ります。運転、運転をね。お腹いっぱいになると眠くなるよね。あなたも朝から何軒か回ってるんだから。朝ラーね。朝ラーして昼ラーしてるんだから。昼さすがにラーメン食わねえべやと思ったら食べてるっていう。メニュー表をなんかまじまじと見ながらワンタン麺かって言い出した。さっきの北方だから、もう今白川だから。なんかね、そう、僕今日今、まあ何軒か回っててさ、ラーメン好きだよ、人並みにはね、まだそのラスとか、すするちとかもそうだけど、その駅まで達してないわ。ラーメン好きとしては。どうしよう、ラスが半年後とかね、ファミリー入ってた。するファミリー参加？参加ね。でも俺もうするファミリー準レギュラーだから、するチャン、するのチャンネルね、よう出てるよね。よう出てる。今度飲みに行くとかって言ってたし。飲みに行くよ。どういうこと話すの？一個飲みに行った時とか。普通の会話、普通の友達の会話。普通の友達そんなにいなかったからね。ちょっとまあ、あそこの店うまかったのとか。なんかラーメン談義になりそうな感じもするんだ、なんかその二人が集まると。そうね。あいつスポーツが好きだけど、俺全然わかんないからさ。
全然チンプンカンプンだから。あ、スルちゃんスポーツ好きなんだよ。野球が大好きかな。あ、うん、もともと野球やってたみたいだし。あ、そうなんだ。うん、ナスはそういうの辛口だっけ、特にやってなかったっけ。うわ、小さい頃水泳ぐらい。あ、スイミングスクール的なやつ。そうか。あ、聞いたかも。6年ぐらいやったかな。バタフライは泳げる、ちゃんとちゃんと。そのなんか一つのあれだもんね、こう区切りというか、バタフライができるかできないかでちょっとこう水泳できるできないが割られる的なとこあるからね。あ、なんなんだろうな、水泳やってる人のお前バタフライ泳げんのって、そのなんか牽制、なんなんだろう、あの牽制よくわかんないけど俺もなんでできないのかみたいな、がっかりされると、なんかそれも嫌だよねだからなんなのみたいなお茶いる？いや、大丈夫、ありがとう。小学校の頃、水泳ちゃんとできる子ってかっこよかったな、うん、あー、なんか絶対当時はなかったけど、夏とか結構あのぐいぐい前に来る子いたよね。うんうんうん、いたいたいた、僕できますけどみたいな。どうしてもほら陸上系とか水泳とかそのさ、うん、リレーがあるもの、うんうんうん、やっぱ小学校の時ってちょっとできる人は前出てくるよね、やっぱり前出てくるね、うん、足が速いとか水泳が上手いとかね、うん、学年のヒーローだからね。ヒーローだね、あのスポーツできる子かっこいいみたいな。そう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 、かっこよかったもん実際、やっぱり当時はかっこいいなって思ったもん。俺全然できないよ。なんか性格上さ、うん、一回ハマるとさ、バッてのめり込むじゃん、うん、っていうイメージがあったから今さ、あれと思って。何もスポーツはのめり込まなかったかな。当時なんだろう、遊戯王やった。ああ、ああとしかも言えないよ。そんな感じ、スポーツとか全然やってなかったな。別に運動派ってわけでもないでしょ。うん、よく木から落ちてこう骨折ったりしたし、ちょっとよくわかんないよくってそれ使う言葉じゃないし、骨折れたことに対して。俺子供の時の骨ってほら成長しきってなくて弱いから、よくとりあえず折るのね。とりあえず折った。強くなった。なったね。なったよ。だいぶおかげさまで。よかったな。あっち。インドア、まあインドアだったりアウトドアだったりって感じかな。それも本当にそのハマる時期があって。うんうんうん。外で遊ぶのにハマってればもう夜中まで帰ってこない小学生だったし、夜とかめっちゃよくわかんない。まあ怒られるけどね、もちろん。うん、何をそんな夜中までやるの外だ。公園で遊んでたりとか。あ、なんかするわけじゃないけど、まあなんかしてんだろうけど遊んで、うんうんうん、まあ別に公園でみんなで遊んで、まあチャイム鳴っても帰らなくてみたいな。夜、まあ夜って言っても子供の頃だから7、8とかだけど、うんうんうん、携帯なんか当時持ってないし。当時お仲間でって言ったからさ、一瞬さ、本当に小学生でさ、公園で12時とか1時まで遊んでんのかなって、なんちゅう子供だと思ってさ。でも母親もちょっと諦めてたから、あのチャリンコで俺あの区とか、うん、またいで遊びに来たから、あの探しに行っても見つかるわけがないみたいな感じでも帰ってくるだろうみたいな感じで探したところで見つからんしみたいな。そうそう、あの近所の公園とかじゃないしみたいな。あ、そっちタイプだったんだ。うん、
でもガッて家遊びにハマっちゃう時はもう一切出なくて、うんうんうん、遊戯王とゲームだったらもう友達ん家か俺ん家来てずっとみんなでやったりとか、そういう時期あるね、うん、狂ったりスマブラだったりとかね、いややってた。めっちゃやってた、ファルコンパンチいっぱいやってたもん。途中で絶対寝て走る人いるからね、一人はね。友達のプリンに勝てなかったな。こっちもそうだった。やたら強いプリンがいた。カービィとプリンの膨らむコンビ超強かった、間違いないもん。プリン弱くねみたいに言ったら普通に、いや大丈夫、俺もカツオなくなるけど大丈夫、早いな、うん、どうやら子供の頃っていろんな頃、子供うん、完全にインドアだったね。でもいろいろなんかやったじゃん、部活みたいな。ああ、やっぱね、小学校の時は、うん、なんだっけ、サッカーと空手を習いに行って終わったらすぐ家に帰ってゲームするのと。あ、なるほどね。区切りがいいね。そうだ、ちゃんとやったんだけど、うん、もうそこで友達は絶対作らんみたいな。この子たち友達になっても多分長い付き合いにならんだろうっていう、もう小学生ながらに踏んで特に仲良くせず、うん、で終わったらもう家帰ってずっとゲームだったりとか、うん、親とずっとなんか対戦ゲームやったりとか。ああそこ友達じゃないんだ。いや、終わるのが6時7時とかだから、習い事だから。ああ、そっかそっか、来てって言えないのか。そうそうそう、そっからね、友達に行ったら多分迷惑。習い事ない日も直帰？直…7、3ぐらいかな。うん、でも自分が誘われてないけど向こう側で今日遊びに来いよみたいな話がちょっと聞こえると僕は死のうかなって小学生ながら毎度思ってたの。つらっ。結局なんだから声かかるんだけど、うん、なんか俺まだ声かかってないけど的なのになると、でも後発組にかかるときなんかちょっとドキドキするよね。ドキドキするね。今日来んのかな。来てくれんのかなみたいな。誘ったときにいいよって言って、そのまあ時間通りに来るんだけどさ、うん、10分前って本当にこのあいつらうちに来んのかなっていう瞬間が一番怖いかな。うん、バックれたらどうしようみたいな。親に今日あいつら遊びに来るって言ってるのに来なかったら親になんて言おうみたいな。友達でさ、門出て2軒目のやつとかいたの、うん、超たまり場になった。門だった、うん、2軒目、2軒目の家がそいつん家で、ちっか、いつも行った。まあまあアポなしで、あ、なに、もう直で、で先にそいつよりも早く上がってて、うん、お母さんもなんかジュースを出してくれんの。なんだろうなって思うでしょうよ。で帰ってくるともう向こうも驚かないよね。あ、うん、今日も今日はこのメンバーねみたいな。うん、たまる家ってあるよね。あるね。メープルストーリーやったな。え、小学生だよ。小学生のいくつだっけな、高学年とか。そうなんだ。うん、ネットゲームやったね、小学生から。自分と大人びて、あ、そっか、僕小学生の高学年の記憶あんまねえやと思ったら、ネットに引きこもってた。全然俺マセてないじゃん。一緒じゃん。なんかポケモンの掲示板とか、うん、HTML サイトみたいなのずっといただけたし、大乱闘ポケモンゴールデンやった。もう最強だね。最強。気づいたら今二人ともこうですよ。え？そんな子供が気づいたらこれですよ今じゃ。十数年後ね。
何出てんのって懐かしいな。でも小学校とかなかなか思い出すこともなくなってるよね。ドラの想像できなくないどんな子だったとか見た目とかも全然あれだろうし、スイートラストはね想像つくんだよね。俺結構このまんま、うんうんうん、ほぼそのまんまこう順調にこう大きくなってたんだなって感じがだいぶ話し込むのが遅くなっちゃったねいやもう考え始めるとね、ドラって結構喋り出すと超手止まるもんね。止まる止まる、いたって話を聞かなきゃってなる。ちゃんと相手の目を見て声を聞いて話を聞きなさいってちっちゃい子言われてたから。っていう割にはお前人の話聞いてねえよな。うん、ああほら、え、そんなこと言ったっけ。平気で言うよなお前まあほら、いろいろあるじゃない、生きてきたらさ、このスキル持ってるといいことないんだなって思うこともだってあるじゃん。真顔で聞いてるふりどっちでもいらっしゃるんですよ、からあみたいな顔するじゃん、たまにするでも引き返せないから知らない手で話聞いたりするじゃん、うん、思い出してない手で話してる。お前お前も俺も時間の無駄っていうね。気づいてるのも俺も分かってるし、ドラも俺が気づいてるの分かってて、なんかお互い分かったんだけど、そのまま釣らんとなんか修正するのめんどくさいみたいなで別に前回で話が広がるわけでもなく前回で収縮気味で終わるからね。何の意味もない何の意味もない。おいしかった。でも大して僕はカツの半分ですけど十分ゆっくり食べてますね。1時間超えコースじゃん。ん ?1 時間超えコースじゃん。だからまだ38分じゃん。38分で半分で大丈夫だってよく言うよ。ラーメンあったけどさ。あとで一緒にはするけど、最初にちょっとさせて。冗談に聞こえるかもしれないけどさ、本当に去年の今頃と比べたらさ、だいぶ容量落ちてるよね。だいぶ容量落ちてるだいぶ。やっぱ普通にこうやってゆるく食べてるとさ、うん、まあ昔もそうだけどやっぱ食べられないよね、うん、気合い入れてる時となんか撮影とか大会とは違ってさ、うん、普通にご飯食べてると全然いつもの3分の2ぐらいでもううわーって言ってる。今回6でしょ。6でさ、自分らにさこれ、まあ、今でも若干そうだけどさ、気合い入れて食べないとさ、うん、激沈する時期だってあったんだよね。あ、6とかでもね、うん、うん、まし今回お米4なんてね、ドラがさらに苦手なやつだしね、まあ、もう最低の比率だよね正直ね。もっとこっち多くてもいいぐらいだったラーメン4、ご飯2でもいいぐらいでしょ。いいぐらい、小ライスでいいよってぐらいの。2は将来図じゃねえよお前の将来図はどんなんだお前2キロってこれいっぱいでも2キロにならないからな。あ、で割合割合、あ、割合で、うんうんうん、なんかご飯2キロ将来図じゃねえ白飯だけ2キロもう5個超えちゃってるでもやっぱり別に入るかもしれない。
コーラいただけることになりましたお店の方の優しさですね。ホットティーの炭酸ってすげえ好きですね。うん、だからいつもあのきつい時さ、あのご飯とか普通に撮影とか行ってもさ、うん、もうきつくなるとコーラっていうねなんかいるって聞くとコーラ飲みたいっていうね。もうきついの、なんかあの大返しみたいな感じでコーラって3文字で済むからさ撮影終わってもすぐあーっつって、すいませんコーラいつも言ってもたまに店員にドン引きされるからね、そっからみたいな、そんな強い顔してるのに炭酸飲めるのみたいなで、バックさんとか面白くてさ、この前江戸さんの時も、うん、きついきついって言って、なんか甘いものが欲しくなったらしくて、うん、あの男気ジョッキっていうあのピッチャーのやつがメニューに伊豆さんがあるんだけど、それのカルピスって言い出して、いやあなたお腹いっぱいでピッチャーのカルピス飲むのって思って、どういうこと？もう赤坂さんって一人じゃん。きついから砂糖水飲むぜみたいな。でも多分途中単純にお腹いっぱいで頭が働いてなかったっぽくて、うん、来てちょこっと飲み始めてふと我に返って、なんでこれ頼んだのってボソって言ってた。おかしになったんだよね。きつって言ってた。この前のあの2人の食事会のやつでしょ。そう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 、あの時あれ結局どれぐらい頼んでった。でも焼きそばが3キロ弱で、うん、唐揚げが男前だから多分あれ4キロぐらいで、うんうんうん、ここ2人で分けたから、で砂肝とかこめかみとかだから6キロぐらいかな、なんだかんだ6キロ弱とか、1人6キロ弱、うん、話しながら食べる量じゃないよね。で基本俺とかドラとかマックさん全員そうだけど、あんまり長丁場で食えないじゃん、うん、ダラ食いみたいな1時間以上とか、うん、あの撮影1時間半ぐらいだったから2時間近い近かったのかな。でも2人とももうめっちゃお腹いっぱいっつってもうダメだ入らん硬いでバランだね、あのその瞬発的に入るさ、うん、マックスとかさ今もう本当に9キロとか10キロみたいな息入ってる瞬発で、うん、と1時間とか1時間半かけてとはまた別なんだね本当にね。だからその変な話、そこまで食べるときってさ、うん、アドレナリンとかすごい出るじゃん、うん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 、ちょっと正直痛いじゃん、はい、体とかもう骨がきしんだりとか、うん、それぐらいまで広がるから、でもそれをさ2時間とか出せないじゃん絶対に限界なんて1時間とかそんなので、うん、だから結局試合終わったとかめっちゃ痛いもんやっぱり、しばらく落ち着くまでは体きしむし変な方向にが広がってるよね。俺よく言うじゃん、恥骨折れそうって言うてた最近聞かんけど言ってた、当時言ってたでしょ。何言ってんだろうってずっと思ってた。恥骨折れそう、背骨折れそう、あばらの一番下の骨が折れそうってよく言ってたよね。うん、なんかどっか行ってくるたびに骨どっかしらの骨が折れそうになってるからなんで折れないんだろうと思いながら毎回折れそうになってるのに、いつも折れそうになったね、痛えーと思って、で痛くならなかったならなかったで足りねえっていうライブが飛んできた、どっちなんだよみたいな。あの時は本当にもう限界まで食べて、うんうん、大会意識したからヨーヨーって感じだったから、うん、そうだったね、毎回痛かったな体あでもあの時期と今の動画違うの、コメントでもよく言われるけど、なんか笑いすぎみたいな言われるけど、うん、俺のご飯って俺こっちがナチュラルで、うん、あの時はなんか今みたいに楽しんで食べてたわけじゃなかったから、どうしても、うんうん、大会を意識したりとかトレーニングっていう頭もあったから、なんかもっと真顔が多かったし、それだって9キロ10キロ食ってさ、ドーパミンとかさエンドルフィンとかやってる間にさ、うん、ニヤニヤしたら やばいだろそれはそれでやばいだろ、なんか違う何かを決めてるんじゃないかなっていう今本当に
食べるのが楽しいし、うんうん、好きだからまあ言い方が悪いけどニヤニヤするし、まあ、俺はニコニコなんだけど美味しいとなんか笑っちゃうしなんか幸せじゃん、うんうん、ニヤニヤするけど当時はやっぱね食べてるスタンスとか意味が全然今と別物だったから、うんうん、正直あの時期は本当に食べるのが辛いと思ったの、うん、もう食べるのが辛いって思う時期もあったし、うん、変な話食べたくないと思ったよやっぱり。まあなるよね。水なんかもう飲みたくないとかさ、うんうん、何リッターもトレーニングで飲んだりとかさ今は本当に純粋に楽しいよ食べるのが俺は。あ一番いいこと、ね、うん。だからニヤニヤするのは許してください皆さん仕方ないよねって反動だね逆にきっと、うん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 、今が楽しくてしょうがないのご飯が。緊張の糸は本当に切れた、うん、いい意味でねって言うもんねよくね。俺あの時の俺の顔違かったってほらね、うん、普段とかも、うん、いつもピリピリしたって言ってたもん。さっきもちょっとピリピリしてたよ。さっきお腹いっぱいで違う違う、もうあの脱力だと思う私もお腹いっぱいと、うん、試合の時とちょっと違うピリピリと言ったもうお腹いっぱいっすわってやつでしょもういいっすかこれで。いいっすよ。あ、じゃあ待って、最後コーラの乾杯しようじゃ。はい、コーラ。あ、熱すぎます、熱すぎます。本当はね、ビールとかにしたいけどね、俺運転なんでね。そう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 、しょうがない。今日帰ってからしよう、ビール何時って話うん、ちょっと僕今本気で前に潜めちゃった。もし終電がなかったらのもいやいや、帰る帰る帰る。じゃあタクシー乗る前に一杯飲もう。それはいいよ、飲みましょう。それは一杯、うん、ドンキホーテで買いましょう。買いましょう、買いましょう。やからだかな。あざす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 。じゃあ今日乾杯ということで。乾杯あ、下がったああもういいや、生きててよかった。ってことで今日はこんな感じでごちそうさまだけしようか、うん、ごちそうさまでした。